代に機能を発するほどの歴史を持ち、タヌキがタヌキを産んだ結果、800匹もあったそうです。その総数が犬が人形を産むと言われています。ヨーバレルでは町山城を持ち越していた犬が人形を産むと800やタヌキが騒動に巻き込まれ、2人の動物に封印されてしまう物語が続いており、封印していたお寺が何百年という歳月とともに朽ちて剥がれ落ち、動物から逃げ出したタヌキたちがまた再び松山城を目指す物語に